なんやろ、どこでストレス溜まんねんやろ。しんどいな、これは、なんかこう、イライラすなーっていうときがあっても、ちょっと我慢しとこうかと思ったら、忘れちゃうんだよね。ノンがよく俺に喋って、今日こんなことがあって、こんなことがあって、そっか、なんかこう、わーって今日、あもうなんかストレス溜まるっていうのを期待して、すごいなって逆に思う。で、そんだけ出すでしょ。だから俺もそれ聞いて、俺もストレスが発散したいのが気になってるかもしれんな。ノンが食べる辻でずっと今日の出来事がなんたらかんたかんたかんたって喋るのは、俺何してんねんやろって逆に思うわ。いつも俺のスタイル的にはノンが料理してたら、とりあえずキッチンに行って今回なんかいや、もうこうやったらそんなに手伝ったら分かってないって。でもノン動いてるから、いやなんかやるって言ったら、